トニー・リーギンスは、MLB ・ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムの元ゼネラルマネージャー。アメリカ合衆国カリフォルニア州インディオ出身。エンゼルス GM 時代のリーギンス、カリフォルニア州インディオに4人指定の末っ子として生まれる。4歳の時に、父親が病死し、以後母親一人の手で育てられた。貧しい生活であったが、常に明るく。 人への敬意を忘れないことを教えられたという、カリフォルニア州立大学、フラトン校に進学し、マーケティングの学士号を取得。1992年にインターンとしてエンゼルスに入り、編成部に移動してからは主にマイナー選手の育成に携わった。2007年10月16日、エンゼルスの10代目ゼネラルマネージャーに就任。 メジャーリーグ史上4人目の黒人 GM となった。11月22日にはミネソタツインズから FA となったトリーハンターを球団史上最高額となる5年総額9000万ドルで獲得した。GM 就任後2年連続でチームを地区優勝に導く。2009年シーズン終了後、エンゼルスはリーギンスと新たに長期契約を締結。球団の方針により 契約内容の詳細は明らかにされなかった。同年12月16日、ニューヨークヤンキースから FA となっていた松井秀樹と1年600万ドルで契約を結んだ。2010年は西地区3位に終わる。オフには大型補強を宣言したが、カール・クロフォード、エイドリアン・ベルトレといった大物 FA 選手の獲得に相次いで失敗。そして現状では、 メジャー屈指の不良再建と呼ばれるバーノンウェルズをエンゼルスの一方的な損となるであろう条件のトレードで獲得したため大きな批判を浴びた2011年エンゼルスは地区優勝のレンジャーズから10ゲーム離された2位に終わりワイルドカード争いにも敗れて2年連続でプレーオフ進出を逃したこの責任を取る形でリーギンスは GM を辞任今後は 特別顧問として球団に残る。現在はカリフォルニア州オレンジ軍フラトン在住。家族は妻と娘、息子が一人ずつ。ありがとうございます。